どうも、今日も一人しっぽり酒行きたいと思います。今日は、新宿にある極という焼肉屋に一人酒しに来ました。ここね、めちゃくちゃタンが美味しい店なので、皆さんもぜひ来てみてください。肉もね、こういう感じで美味しそうなのがいっぱいある。じゃあ、とりあえず生一つください。はい、生お願いします。あとハラミ一つとレバー一つとタン一つ。はい、なんかおすすめってありますか？おすすめ、今日あれです、ヒレ。あ、ヒレございますね。はい、それ一つください。はい、キムチの盛り合わせも一つください。はい、あとやみつきナムルも一つ。ナムル、はい、はい、はい、いやー、来ましたよ。では、今日もみんなと乾杯したいと思います。乾杯。ああ、うまい。いや、今日はね、朝7時起きで撮影があったんで、ね、車で片道2時間かけて千葉で撮影があって、結構ね眠いんですぐ酔うかもしれないですね。ああ、すいません、生一つください。はい、上タンです。美味しそう。ゆずこしょうの塩タンみたいな。はい、塩昆布ゆずこしょうって珍しいですよね。はい、そうですね。美味しそう。タン来ましたよ。お酒飲むの、ね、この前の寿司屋で飲んだやつなんて久しぶりですよ。やっぱね、この前取った豚肉もうまいんですけど、やっぱ牛肉もうまいですね。これはタンに塩昆布を乗せて食べてもいいよ。そうですね。ちょっとだけ味付けをすると香りもすごいんで、柚子胡椒と昆布を乗せるんです。ダブルで美味しいです。はい、ちょっとじゃあ次それで食べてみます。ぜひ。はい、この2枚はそれで食べてみます。
なんとなくしばかりじゃない。ああ、美味しい。結構合う。ああ、こういう食べ方したことない。結構美味しい。そう、うん。レバーです、ね。はい、いただきます。はい。すごいハングリー精神。ちょっとください。生お願いします。です。その方がいいですか。それで整形させて、そのお姉さんも死んだ。そう。ね、塩でいきたいと思います。合う、うん、美味しいのね。シャトーブリアン、ドブリアン、はい、来ました。シャトーブリアン。これはね、いいお肉なんで焦がさないようにして。今日もまたちょっと質問や相談に答えていきたいと思います。それも食べます、まあ、もうちょっと食べてからします。いやー、でもね、七輪で焼く焼き肉って本当に美味しいですよね。ちょっとレアめでいきますね。塩でいきましょう。うん、やっぱ、うん、美味しい。あ、これ美味しいわ。ラム、はい、ラム牛ラムです。ラムっていうとこの部分でしょ。種類は桃のあたりに。あ、桃のあたり、これがラムですね。はい。で、焼き上がりとちゃんも塩、醤油、あと柚子胡椒もやっぱり合いますね。あ、わかりました。いやでもね、こういう動画撮ってなんか視聴者さんが一緒にビール飲みましたとか、一人でご飯食べてるので僕の動画流しながらご飯食べてますっていうコメントとか嬉しいですよね。
そうやって見てもらえると嬉しいですね。あと1杯ぐらい飲んだら質問に答えていこうかな。おいしい。生が一つください。座布団ですね。座布団、はい、肩ロース肩です。あー美味しそうですよ。よかったら、一杯。あ、いいです。そうですね。はい、どうぞ。どうぞ。ありがとうございます。ああ、飲ませるという。でもいいよね。あの、こういう一人しっぽりだけで、お店の人と一緒に乾杯できるって、幸せだと思います。ああ、申し訳ございません。どうぞ、中ちょっと、どうぞ、横側。乾杯。あ、乾杯。いただきます。いやー、美味しい。うん。うん。ああ、焼き肉美味しいな。
ハラミですね。ハラミ、ああ来ましたよ。じゃあもうごまが入ってるタレ。あ、繰り返すのちょっと。ハラミ焼肉じゃハラミが一番好きかもしれない。さっきの盛り合わせのやつで切り干し大根キムチですね。はい、切り干し、それ一つもあってます。切り干し大根、はい、じゃあちょっとこれを飲んで質問に答えていきたいと思います。生一つください。はい、ちょっとね、奥焼きより若干レアぐらいが好きなんで。このぐらい。ちなみに後ろにドリンクが乗ってます。飲み物をただの先に照らしてるの。ここの切り干し大根も美味しい。気に入りました。この前、ストーリーで質問、相談募集して結構コメントをもらったので、その中から質問に答えていきたいと思います。ああ、初恋はいつですか？幼稚園の時、幼稚園の先生でした。小学校の時はどんな子でしたか？どんな子？でも脱走ばっかりしてましたね。クラス中が僕のことを探しに行くっていう、なんかカオスみたいな状況が何回もありました。ブレイキングダウン選手で仲がいい人は、あんまりブレイキングダウンの選手と話さないんですよね。基本控え室では誰とも話さないです。飯田さんは人見知りですか？人見知りです。この画学に入ろうと思うと七輪が熱くてあ、これでいいの？やばいんだ。うまいです。ジムに入会したいです。入りますか？これね、結構来るんですけど、ジムはね、ブレイキングダウン5の時から出て、次の日かな、そのぐらいからもう新規は受け付けてなくて、ずっと既存の会員さんのみでやってます。今もずっと既存の会員さんのみでやってます。すいません。
か、サプライズ企画はもうしないんですか。してほしいです。あー、サプライズか。サプライズ、まあでもやりたいですよね。どういうサプライズがいいのかな。日本さん以外に嫌いな YouTuber いますか。よりぼう、生一つください。生の サーロインの名前。生美味しかったですよ。ここね、新宿にある僕というお店なんで、ぜひ来てみてください。まあね、またこういう動画をどんどん撮っていきたいと思います。またね、僕が食べたり飲んだりしてる動画で一緒にご飯食べたり流し見してくれればいいなと思います。ではまた YouTube で。